皆さんこんにちは、レオの小部屋のうぷ主です。ツッコミ担当の霊夢です。よろしくお願いします。今回のお題はこれだぜ。え？どういうこと？いろいろな思惑があって音声をボイスボックスに変更するんだぜ。ということはあんたとはこれまでということ？そういうことだぜ。ということでこれからは俺がうぷ主の声を担当します。よろしくお願いします。あら、ずいぶん渋い声ね。これからよろしくね。いや、お前も変わるんだよ。え？え？ほれ。あらま、ということで霊夢に代わってツッコミを担当するカスカベ紬です。よろしくお願いします。相変わらず立ち入れはないので。まあな。え、どうして突然変更したの？今まではゆっくり音声に黒板背景という定番構成だったのだが、まずうぷ主が男なのに女性音声なのが違和感があったのと、ゆっくり音声にしっくりくる男性声がなかったのが最初のきっかけ。ふむふむ。黒板背景も良かったのだが、どうして文字幕が黒板消しにかぶって見にくいので、何度か背景サイズを調整したりも試したが、バランス調整がうまくいかなくて放置してたんだ。なるほど。それと前からファミコン版ウィザードリー風の背景にしたくて、やっと背景ができたのでオープニングや声も含めて全部刷新することにしたんだ。なるほどね。それでいろいろ調べたところボイスボックスが良さそうだったので、試してみることにしたわけだ。ということは今回の動画はボイスボックスの紹介動画ではないってこと？そういうことだ。紹介動画と勘違いしてポチる人もいるんじゃない？それも狙いのうちだからな。せこい。気が向いたら紹介動画作っても良いけど、紹介できるほど詳しくないからな。まだまだ初心者だからね。いろいろと手探り状態だからな。今回の動画は音声引き継ぎのお知らせ動画でした。お知らせ必要なほど視聴者いるとは思えないけど。そんな身も蓋もないこと言わないでくれ。まだキャラクターが固まってないので話し方がブレブレになるのはご容赦ください。なんだぜ。ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。